こんにちは。こんにちは。第2回では、初期研修について山上先生にお話しいただきました。第3回では救急になろうと思ったきっかけについて引き続きお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めてなんですけれども、はい、救急に関心を持ったきっかけっていうのはどういったことがあったんでしょうか。おそらくその学生の時に寺澤先生と林先生の講義を聞いてたっていうのは間違いなく一つのきっかけだったと思うんですよね。なんか他の臨床の講義とは全然違って、まだポリクリとかもまだ始まって間もないような時でしたから、まだ現場を全然知らないのに、なんかその自分が現場にいるかのようなリアルな話がすごいいっぱい出てきてたんですよね。で、そういうなんかまあ今すぐにでも役に立ちそうな知識っていうのをそういうところで得られるような講義だったんですよね。で、それはやっぱり、あ、救急って面白いなって、言えるきっかけの一つであったことは間違いない。ね。で、あとは、これたまたまなんでしょうけど、その NHK でアメリカのドラマ ER を、週末の夜中に確かやって、出たんですよね。で、まあグリーン先生とかカーター先生とか、そういう初期の頃のメンバーのやつをずっと再放送でやってて、はい、で、なんかそれを見て救急医ってかっこいいなって思いましたね。ただそれでも私は自分で循環器内科の一局に入って循環器を目指してるので、まあその進路を選ぶことまではいかなかったんですけども、潜在的にやっぱり救急ってどっかで面白いなというか、一度勉強したいなっていうのは多分そういう学生の頃の経験はあったんだろうと思う。確かにたくさんの救急の先生が寺澤先生と林先生の影響を受けてるんじゃないかなとは。間違いないと思います。はい、ドラマ天野さん見たことあります？僕もなんかちらっとしか見たことがないんですけど、すごく有名なのは存じ上げていて、はい、やっぱそうなんですね。私去年か一昨年かで DVD 買って、シーズン8ぐらいまで買ってあるんですけど、見てるんですけど、はい、今でも勉強になりますけどね。なんか本当ですか？こうなんかその判断とか考え方とか、あと混雑してる時の感じとかってすごいリアルなんですよ。で、なんか あるねっていう感じですごくこう共感できるような内容ですし、今見ても面白いですね。あれは本当によくできたドラマだなと思います。そうなんですね。ちょっと僕も一回ゆっくり見てみようかなと思います。ぜひぜひ。もともとその不整脈を患られてたってことで、循環器内科で入られて、はい、でそこから救急医に転向するの大体何年ぐらいでしたっけ？最初3年間その循環器内科を中心に内科の研修を受けてたので、4年目で転科したということになります。救急医でやっていこうって思ったその決め手っていうのは何だったんでしょう？第2回でお話したと思うんですけど、私が2年目3年目で舞鶴に赴任した時に、医師としてその、内科以外のところが全く対応できないことに挫折をして、で私はその時点ではまたやっぱり循環器内科に戻って心臓の医師になろうとまだ思ってたので、とにかく4年間、湘南科目から4年間のプログラムだったんで、いろんなところをスーパーローテーションして、ある程度こう整形外科とか小児科とか全く見れないじゃなくて、ある程度見れるようになりたいなという気持ちを抱いて、とりあえず4年間終わったらまた循環器内科として次のステップを考えようというふうには思ってました。はい、はい、でも結果的には救急医学をやってると、重症を見るのももちろんそうですけども、さまざまな症状とか病気に対して自分でこう対処できることがやっぱり目に見えて増えてきて、でそういう経験がすごく自分の中で自分が考えている医師像になんとなく近づいているような満足感もあって、
で、まあ、4年間終わった時にその、まあ、福井に帰るか、まあ、このまま鎌倉で救急医を続けるかっていうのを、まあ、妻とも相談をしてでやっぱり救急医面白いし働き方も自分に向いてると思うという話をして、じゃあ鎌倉でこの先も救急を続けようと。その時が多分救急医をやるって決めた時なのかなと、うん、思いますね。なので医師としてだから7年目終わった8年目ぐらいですかね、救急をやるってこう決意したのはその時だろうと思う。そうなんですね。4年間のスーパーローテートを終えて、はい、そこで決心されたと。ちなみに奥様はご相談された時どういったことをこう言われたというかおっしゃってたんですか？そうですね、まあ僕が決めたらいいよみたいなことは言って出ました。特別何かその自分の進路に対して彼女が意見を言うってことはなくて、自分がやりたいことを やってくださいっていう感じで、まあ、一番のこうなんていうか最高の優しさだと思うんですけど、そうですね、いやなんかいつもこう背中を押してくれるというか、妻には本当に感謝をしてるんですけど、背中を押してくれるプラスこう自分のダメなところとかをこうしっかり言ってくれるんですよね。なんか結構それで自分で振り返って、あ、そういうとこ直さないといけないのかとかっていうことを結構本質をついてくるので、ドキッとするんですけどでもこういうなんか進路とかその将来に対する相談とかをすると結構後押ししてくれる。でこの時もそうでしたね。子供が確か5歳とかだったと思いますけど、上の子で、下の子が3歳とか2歳ぐらいで、はい、まあ、子供もちっちゃかったし、残るんだったらもうこっちで小学校通うことになるねみたいなことも言ってたので、まあ、子供ってやっぱり、まあ、私転勤嫌だ、転勤というかその親が転勤するのは嫌だっていう話前しましたけど、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり子供が学校上がるときはやっぱり長く同じ地域で育てたいっていう気持ちも私も妻もあったので、はい、まあ、そういう意味では結構その医者8年目の時は大きなターニングポイントになったのかなと思いますね。あったんですよね、はい、奥様以外になんかキャリアのことでご相談された方っていらっしゃったんですか？いないですね。いなかったですね。今度ご自身で決断されてったんですね。そうですね、まあ、キャリアで相談したのはやっぱりその寺澤先生にそういう勉強したいけどどこ行ったらいいでしょうってことは相談しましたけど、あとは、まあ、細かい相談はもちろんありますけど、何か大きなことはやっぱり自分で決めてやってますね。はい、わかりました。はい、第3回では救急になろうと思ったきっかけについてお話しいただきました。第4回では専攻医研修について引き続きお話しいただきます。山上先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。